はい、旗結び第2シーズン、今回もネット、防風ネット、防虫ネットを張っていきましょう。空心菜植えたところ、やっぱり虫にね、食べられたり、ダンゴムシとかね、ガとか蝶とか、アブラムシとか、いろんな虫が狙ってきます、野菜を。ですから、この防風ネット、そして防虫ネットで虫と風を、守ってあげよう、野菜を守ってあげようということです。こちら、男性ポールです。今回も一人で張ります。この防風ネットを一人で張るという動画が、第一シーズンものすごく視聴回数良かったんで、力入れていきましょう。こうじゃないですよ。こうだと脱げますから、こういうイメージでこうね、両端に、この男性ポール支柱を立てます。よっ。グイッと張ります。そしてネットを張ります。このネットを端に結んであります。この端から端から立てていきます。そしてこのオレンジのパッカーで端を留めるんですが、この留め方コツありましたね。こうグイッとで折り返して、この折り返しで留めると、でこの地面ギリギリにね、隙間ができないようにできます。グイッと押し込んでくださいよ。まずは両端ですね。はい、そしてこっちの端もかぶせます。同じようにこの地面ギリギリで折り返します。そして地面ギリギリでこのパッカーで止めます。するとこの下の隙間が極力ないようになりますからね。から虫とかが入ってこないようにギリギリのところで止める、これがポイントです。そしてこの頭でも止めちゃいます。でこの端っこはこうやって結んで、そして邪魔にならないように中に折り返しておきます。そしてサイドをこのパッカーで止めていきましょう。1、2、3、4、5、このサイド、そしてダメ押しの男性ポールを、これでもう風から飛ばせることがなくなりますよ。これで虫からも風からも野菜は守られるのです。